2012年5月19日、大田区蒲田の環八通り沿い環八蒲田住宅公園にたくさんの人が集まりました。つながるフォワードプロジェクト。誰もが誰かの大切な人。手と手がつながればつながる心と心がある。そんな思いを写真に撮ってそれを映像にしようと、発起人の呼びかけに次々と賛同者が集まりました。環八蒲田住宅公園に蒲田商店街の方や地域に住む人たちを含めて幅広い世代のたくさんの人たちが一つにつながることができました。撮影された写真は1000枚以上、使われた写真は748枚。ハウスメーカーの協力も得て環八蒲田住宅公園で行われたつながるフォワードプロジェクト。出来上がった作品、手と手、心と心をご覧ください。スタート。